バーともくと。ということですね、まあ今日来てくださった方ですね、三浪で医学部で、まあそっからフランに入ったと。ということで、じゃあ自己紹介の方よろしくお願いします。こんにちは、スジです。お願いします。お願いします。じゃあざっくりその中学高校時代ぐらいからお聞きしたいんですけど、中高一貫校とかですかね。あ、そうですね。お、私立の女子校。中学時代とか成績とかどうでした？中学の時はめちゃくちゃ成績良くて、お、うん、しかも結構文武両道だったんですよね。新体操部に入ってて、お、とにかく負けず嫌いで、部活でもめちゃくちゃ頑張るし、まあ勉強も手を抜かずにで、大体クラスで3番以内っていうのと、学年で10番以内っていうのを大体キープしてます。まあこれはもう毎回言ってるんですけど、中高一貫あるあるで高校になる時に落ちちゃうっていう。あ、そのパターンですね。あ、そうなんですね。高校には普通に上がりました。あ、もちろん。確かに中学頭良かったですから。そうです、さすがに。高校に入ってから、まあ、医学部を視野に入れて寸大予備校に通い始めたんですよね。おお、はい、いいじゃないですか。落ちそうにないですけど。いや、でしたよね。でもなんか私かなり不器用で、本来であれば塾の勉強と学校の勉強って相乗効果で上がっていくものだと思うんですけれども、はい、私の場合どっちかを集中するとどっちかがおろそかになるみたいな、ぶっちゃけ科目によっては赤点スレスレっていうのも高校になってからありますね。塾のせいで、塾のせい。受験だったらもし際良ければまあ受かるじゃないですか。だからその学校を捨ててそっちやるとか。あ、学校捨ててましたね。あ、でも確か卒業式も行ってないし、サボってた時もぶっちゃけありますね。じゃあ塾の方は成績良かったんですか？でもそうでもなくて、まあ、偏差値50から55フラフラ。じゃあ医学部には届かない？あ、全くですね。あ、志望校とかありました？自分の身の丈に合わずに高く目標設定してて明大医学部行きたいとか抑えてたんですよね。明大医学部ってエグいでしょ。エグいでしょ。まあ、判定はどうですか？判定はずっといいでした。あ、そうなんですね。危機感はあんまりなかったですか？浪人するのが当たり前ってもうなんか現役の時から思ってたんで、いや一浪ぐらいするのかなって思ってたんですよ。する人の考え方。受験直前になるともうさすがに国公立無理だって分かってたんで、名古屋の私立の医学部2校愛知大と藤田だけ受けて、もちろん落ちるんですけど。あ、じゃあセンター受けてないんですか？センターはあれ申し込んでブッチしたかちょっと記憶がないんですけど。やってますね。はい、やってますね。なんかそんな感じの未来打ちとかはしなかったんですね。そうです、もうなんか浪人するからって思ってたんで。大山さんと一緒だったんですか？あ、全然違います。自営業でギリ子供で1人ぐらいは行かせられるかなっていう、姉が2人いるんですけど、姉は中学から大学までエスカレーターで、受験経験してないんで教育費っていう面で私につぎ込まれたっていう感じですかね。浪人時は医学部予備校ですか？医学部予備校は2浪目と3浪目なんで1浪目は違います。あ、1浪目は普通の予備校。普通なんですけどちょっと変わったところで、授業が自習をメインにした塾で、授業は基本的にはしない。すごい韓国のような感じで、朝の8時から夜の11時まで缶詰で、まあ、勉強量だけは確保できたっていう、その中身はちょっとあれとして。ちなみにその時はまだ明大医学部とかですか？毎年毎年私浪人時そうだったんですけど、はい、浪人の前半は国公立を毎回目指してたんですよ。なるほど、まあ、リセットされて。あ、そうなんですよ。でだんだんその模試とか、まあ、勉強の進捗とかで国公立が無謀っていうのに気づいて私立に変えるっていう。毎回挫折？毎回挫折した。どこで挫折したんですか？まあ、とにかく私センターの国語が全然できなくて。あ、そうなんです。平均どれぐらいとかですか？半分とかですか？おお、それはどこら辺から私立に変えたんですかね？毎年夏以降とか8月9月ぐらいから。前半はどこ目指したんですか？明大学部って言ってたかな、確か。判定はちなみに、あ、国公立はもちろん全部いいで、あ、いい、私立は1浪目でようやく初めてなんか D 判定が出てきたっていう感じです、うん、塾の先生の指導でまあ満遍なくやりなさいっていうので1浪目は結構な数。おお、来ましたね。なんかね、本業なくて。ちなみにどれくらい受けたんですか？10弱とか。まあまあ結構な数。8、9とか。1浪目はどっか引っかかったりとか。愛知医大の補欠。おお、そこまででも行ったんですね。回ってくると思われました。思ってました。思ってこなかったですけど。ちなみにセンター受けてないですか？あ、その時は確かいやいや受けましたね。いや、覚えてますか？どれぐらいだったか。形だけも受けてようなものなんで。寝てたって感じですか？まあなんかほぼ無理つぶし、脱ぎ絵みたいな。センター対策を途中からやらなかったんで、まあ、取れるはずないって分かってたけど受けさせられたっていう。それはなんでなんですか？塾の先生が受けろって言うから。何パーセントくらいってのも覚えてないですか？あ、でも理系で7、8割ぐらい。あー、でもすごい。親御さん的には理論も別に OK だったんですか？あ、そうですね。はい、一浪目はでも自分で見つけた予備校だったんですけど、
ど、うん、2浪目は親が探してきた銀行でメディカルラボに行ってました。来たマジでこれすごいよ。全然難航生ですね。自営業ってことは結構儲かってらっしゃった。まあ、浜江さんの家庭は多分100倍ぐらいうち世帯収入が185万なんですよ。185万、月月で、なんか1浪目に通ってた塾よりも結構自由度が高かったんで、うんうん、ストレスはそんなに感じずに、おー、なんか楽しんでましたね。羽外して遊んでるな。友達作ってなかったんで、だからその遊び方も分かんなかったっていうか。二郎字は判定は上がりました。 C が稀に出るかなっていう。あ、じゃあ、うん、結構じゃあまた乱れ打ちって感じですか。あ、乱れ打ちですね。10個ぐらい。そうですね、10個弱とか。ちなみに補欠とかはどうですか。2つ確か愛知以来の一時通過で2次補欠だったかな。で、大阪以来の、はい、まあ、補欠。今日は大阪で賢いですよ、普通に。なんか奇跡が起きたんですよ。まあ、奇跡っておっしゃってますけど、待っては来たんですか。あ、来なかった、ね。奇跡じゃないな。ちなみにセンター受けたんですか。受けなかった気がしますね。国公立無理だなって思ってたんで、さすがに2浪目どっかに引っかかるだろうって思ってたんで、うん、結構来ましたね。あ、親御さんはまた、じゃあ3浪目行こうかって感じですか。親からっていうよりも私がまだ諦めきれなかったんで、まあでも毎年行ってた気がするんですけど、今年で最後だよみたいな。毎年毎年行って。また同じ予備校ですか。違いますね。あ、変えました。予備校変えました。次はっていうとこに通ってました。聞いたことないですね。まあそうですね、初めて聞いたんですけど。でまた国公立医学を目指す。確かでもやっぱり前半は目指してます。判定はどれぐらいまで行きました。まあ、でも最高で C とかが出てきた。 B、C、まだ乱れ打ちですか。あ、でもなんか数を3度目は絞ったんですよね。確か5、6個だけ。なんか戦略ですか、それは。そうですね、数打ち当たる戦法っていうよりも問題との相性を見極めて、明らかにここはちょっと無理だなって思うところは最初から受けないっていうか選択肢に入れずに。ああ、そうですね。あ、一浪二浪の時は絶対無理なところを受け取ったんですか。あ、そうですね。絶対無理のところも。ちなみに一時通過とか。一時通過が3個増えましたね。3個ですね。3個通ったうちの2個が二次試験の日程がバッティングしてたので。はい、そこかぶせたんですか。絞ったの。なんかそこをちょっとミスって。じゃあ2次の試験を受けたのが2個って感じですか。あ、そうなりますね。はい、その2つはどうでした。1個が正規の合格で、もう1個が月合格でした。あ、じゃあ繰り上げ、繰り上げっていう感じで。あ、繰り上げました。はい、補欠と正規のどっち行ったんですか。正規の方。あ、おー、そちらがまあ賢いって感じですか。まあ偏差値だけ見て。可能してたら、まあ、留年もしがちみたいなことが結構あって、うん、それはどうでした。1年の時とか。あ、1年の時はでも一般教養がかなり多めで、2個ぐらいは再試験とかにかかったんですけど、致命的にはならずに。1年の時だけが唯一楽しかったんですね。あ、もう勉強も楽しくてって感じ。勉強は楽しくなかったんですけど。なんか勉強以外にサークルとかイベントとかやってらっしゃったんですか。あ、そうですね、なんかその国際交流系のサークルに入ったりしてて、うん、バイトもやってましたね。塾講と家庭教。お、結構忙しくないですか。忙しかったですけど、ね、楽しかったですね。あ、そうなんですね。2年生から専門科目っていうのがどんどん増えてきて、どんどんつまずき始めて再試ラッシュが始まるんですよね。取れました。あ、2浪目じゃないです、間違えました。2年生の時は。ありますよ、あります。あるんですか。タローあるある。マッキーっすよ。ちなみに再試とかは何個ぐらい。6個以上はかかりましたね。増えますね。ちなみにその再試はいけたんですか。私が通ってた大学は3個落とすと留年決定なんで、私はギリ2個までで耐えて、でもまあ翌年に特別試験として2年生の試験を受け直さなきゃいけなかったりしたんですけど、3年はまあ借金抱えたまま行ってつまずきまくって留年が決定してしまうんですよ。その大学って何流まで OK なんですか。2回まで同じ学年繰り返せて、2回目の時に追加しないと、まあ、追い出される。あ、あとがなくなっちゃったと。そうですね。でその時って最初結構変わったんですか。半分以上でした、ね、メンタルどんな感じでした。もうなんか死んでましたね。2年生の時期からだんだんアルバイトの数減らしてて、サークル落下も出なくなって、あ、でも3年生の時期に部長の2番ポジションみたいな。かなり忙しそう。でもなんかその勉強と両立できないっていうので、サークル内でも結構人間関係がこじれちゃって。でも結構いろいろやばかったんですね。悪循環で。そうですね、いろいろで取れなかった分をその2年目で取るって感じですか。あ、いえ、なんか学年制と単位制って大学ってあると思うんですけど、医学部は学年制を採用してるところが割と多くて、私が通ってたところも学年制だったんですね。はいはい、学年制の大学は留年するともう1回単位全部取り直しで、それで結構病む人多いです。いや、マジで。私もそうだったんですけど。でもその2年目は取れたんですかね。なんとか。あ、行ったんですか。頑張って取って。行った。再試とかもかかって。数はだいぶ減りましたけど、なんとか通過してっていう感じで。4年生は再試験も割とかかるんですけど、全部拾って、なんとか行けるかって思ったんですけど、CBT っていう5年の実習前に受ける大きい試験があって、はいはい、それでちょっとやらかしちゃって、C
CBT がダメだと留年決定なので、まあシンプルに点が取れなかった。まあそれもあるんですけど、 CBT も再試験があったんですよね。あ、なるほど。で、 CBT の再試験の日に私寝坊して試験が悪かったわけじゃなくて単位取り直しですもんね。その寝坊一発で。もちろんそうなんです。 CBT だけ受ければいいっていうわけじゃなくて、他の頑張って通った試験ももう一回やり直しになるんですよね。うわー、1日で2回目の4年生になるか迷って、迷う迷ったから休学したいって思ったんですよ。もう結構精神的にきつくて。ああ、精神科には通われてないんですか？留年が決まった時に毎日泣いてた時期があって、その時は1回行きましたね。そのレベルでやっぱ落ちてたんで、休学っていう、休学したいなって思ってたんですけど無理だよって言われて。あ、無理ですね。正当な理由がないと認められなくて。え、でも精神科とか診断書とかだと正当な理由でしょ？いや、でもなんか診断書結構吟味されるみたいで、私程度のものじゃ無理だっていう。いや、厳しいですね。4年生の時期から CBT でつまずいて相談に乗ってもらってた先生がいて、いろいろ話し合って自主退学っていうしたんすか？したんですけど、退学するにしても一旦進級してみるみたいな、その元気もなかったんですか？その元気もなかったですね。ああ、そうなんですね。留年したことがある人は分かると思うんですけど。あ、僕らちょっとしたそうですね。人間関係もガラリと変わるストレスもあるし、周りからの目とかそういうのもかなり私気にするタイプだったんで。で、なんかちょっと休憩の時間を入れたって感じですか、人生における？あ、そうですね。あ、休憩時間っていうか、まあ瞑想してましたけど。瞑想何年間ぐらい瞑想してました？自主退学の届け、まあ、正式に書面で決まったのが3月だったんで、そっから半年ちょいぐらいですかね、瞑想してました。医学部の道のために海外留学をずっと夢見たのを諦めてきたんで、留学かワーホリに行きたいなってすごい思ってたんですけど、その辞めたタイミングでコロナだったんで。あ、もう最悪最悪ですね。まあもう半年はニートみたいな。ニートみたいな。あ、ニートなんか変に社会知らないまま手当たり次第いろいろやっても、私結構情弱で詐欺にもあったりして。そんな感じだとか。マルチ。あら、まあそれでもやっぱ金が飛んだんですか？ほぼ全財産が飛んだって。あ、それで。友達に精神科に行った方がいいって言われて、でなんか行ってみたんですよ。診断は下りなかったんですけど、 ADHD と HSP の予備軍みたいな。ああ。医学部自主退学した状態のままだと最終学歴高卒なんですよ。確かに。で、結構私の親は学歴至上主義みたいな感じだったんで。親はやっぱそのいいとこ出てあるんですか？いや、全然。あ、そうなんですか？自分が大卒だから自分のが上だぞみたいな。その理解。それ言われて大卒を手に入れようっていう感じなんですか？そうですね。高卒ニートって毎日言われ続けたって。編入学をしようと思って。医学部で4年までの単位あるってことですよね。4年で留年が決定してるんで、4年の単位は補修なんですよ。でもなんか結構医学部めちゃくちゃ詰め込んでて、110ぐらいはあったかな。100種取ってたんですか？大の学部だったらほぼ卒業できるからくらい。でもそのいくつまでしか単位認定してもらえないよっていう条件があったんで、私は編入学決めた大学が93ぐらいまでだったんで。あ、そんなでももらえるんですね。それがまあいわゆるエフラン。あ、そうですね。エフランもうガチのエフラン。医学部から見てエフランとかじゃなく、もうなんか試験とか受けた記憶がないんです。あ、じゃあほんまにエフラン93単位なんで、あとまあ20単位ぐらい。そうです、123が卒業要件なので。そうですね、あと30で。なんか親も学費は出さないよって言われてたんで、自分で払える額で探した中で選択肢がかなり絞られちゃったんで、なんかその自主退学した時に、まあ、書類が送られてきたんですけど、はい、その書類に辞めて3年以内だったら復学可能っていう風に書いてあって。あ、そうなんですね。それを辞めたんですか？まあ今のところは戻る予定はないですね、うん、あ、今はできるんですね。じゃあまだ3年経ってないんで、はい、戻らないですか？ちょっと病みそうなんで。あ、でも今年に卒業予定なんですかね？次の3月までっていう風にはなってるんですけど、はい、卒業分の単位はもうすぐ取り終わるっていう感じで。じゃあ最後にですね、多忙な方とか医学部入ってつまずいたとかドロップアウトしそうみたいな人にアドバイスとかメッセージとかあれば、こちらに向かって。医学部入るまで、合格するまでは私もそうだったんですけど、花の大学生が待ってるっていうふうに思いがちなんですけど、全然そうではなくて。夢がね。入ってからかなり厳しい世界が待ってるんで、そこら辺は覚悟して医学部を目指した方がいいと思います。ありがとうございます。教材も上等、淡路島から兄弟の振動、今は高卒味気ない東京、狭い汚い暗い部屋の中、愛に飢えて網の上に撒き散らす、景色は変わり遺伝子も乾き、ゴミの下埋もれた無数の命、明日も街に旅に出る、学歴の中夢を探してる、エイ